今形は田川が右ですかね。はい、そうですね。で中にディエゴ・オリベイラ、その前にいます。開いて水沼、ポルケルーが水沼コーダー奪います。一気に逆サイドを抜けて荒井と小池、裏を取って中川、中川、中川、一番怖いですけども、中村が裏取られましたけど、よく中川がない、中村穂高股抜きをしましたが反応します。キャプテンマーク渡されました。青木に対してのこのタックルです。しかしルーカス前にキャナティック、自分で持っていくキャナティックへスライディング、中村穂高ナイススライディング。それだけ FC 東京のアタックは脅威だということ。中村穂高から慣れてきたペレイラ、ペレイラのディフェンス奪った川辺。さあここは松尾が持っていきながら袴田に渡します。手塚から松尾が中に入っていく、ちょっとずれたところを狙っていきます。ここに西がいて藤本に出します。折り返して古橋が待っていますが、中村穂高うまくかわして安井、戻して西田、シュートブロック、最後顔面だったか。対人に強い中村穂高、ね、より前に行くことがはっきりしますよね。はい、中村穂高が運んでいきます。石原隆義が体を入れ仙台拾いましたが、さあ中村穂高いい出足、二運びしてパスを阿田優斗にしましょう。ワンタッチでしたが、これは石原です。長澤ワンタッチ、チャンス、石原落として、関口はもう打ってきました。丸橋右足こぼれた、ポスト左足正面。山中拾う、時が入れて、これはパンチング、ちょっとうまく当たらなかったが、ボールは流れて、まあ、スローインに逃れました。そっちにない小前バックパスから新野がスペースへ、キムミンテが出てきます。そして左パラファーサイドに長澤、中央に行ったか、これも足を伸ばした長澤のシュートは、で動かして、これで前の阿田優斗を走らせた。システム的にも継続して両者戦うものと思われます。今度おー、チャンスだぞ。内田がマイナス、引き足にも三田のパスから中村穂高だ、崩し切った FC 東京、なんと最後ペナルティーボックス、レフトバック中村穂高が出てきました。先制しました東京、1対0。